はい。では、マネーポケットのご紹介というところです。4社は最後になりますが、ちょっと手間取ってしまって申し訳ございませんでした。皆さんお疲れだと思いますので、どちらかというと、前の3社の皆様と実際何が違うのかというところを少し焦点を当てながら、最後ご説明の後ですね、皆さんにとってマネーポケットを選んで、いこうかなということで、終わりに迎えられたら幸いです。よろしくお願いいたします。ではですね、マネーポケット、本日ご紹介させていただきますのは、NTT コミュニケーションズ楢橋と申します。アジェンダとしては、弊社についてというところ、それからマネーポケットのサービスの概要、それからマネーポケットがなぜ選ばれているのか、選んでいただいているのかというところを端的にご紹介させていただきます。まずはですね、コミュニケーションズについてというところなんですが、今ですね、ネットワークの会社というのもあるんですけれども、教育に対してもしっかりと腰を据えてやらせていただいています。その結果ですね、学びポケット、今回学習ポータルとして提供している学びポケットは、全国9000校の学校様ですでにご採用いただいていて、利用者数としては350万人を突破してきているというところですので、教育のプラットフォームという観点では、かなりトップシェアといっていいぐらいの数値になっているかと思っています。でですね、あとは学習 e ポータルというものが始まってきていて、そこに新たにご参画したというよりは、実は2014年からですね、学習ポータルの前身と言ってもいいのかもしれないのですが、スマートスクール構想だったりとか、教育のプラットフォームサービスの実証事業なんかにもしっかりと関わって、ノウハウを蓄積して今に至っているというところですので、しっかりと運用実績も添えながら、今、提供させていただいているというところになっております。で、皆様はですね、少し想像していただきたいのが、何かこう新しいものを購入する、選ぶというときですね、今回も学習ポータル、同じような状況かと思いますが、何か選ぶというときに、どうでしょう、早速使ってみるという方々も多くいらっしゃると思いますし、少し様子を見て、自治体がどんなものを選んでいるのか、どんな使い方をしているのか、何が一番選ばれているのかみたいなものをリサーチしながら導入に向けて検討していくというところも多いかと思っています。学びポケットはですね、実際にそういった声も頂戴しているので、ぜひ選定のポイントとしてこのようなものをお使いくださいというところなんですが、先ほどお伝えしました通り、運用実績がまずは非常にあって、ノウハウがあるというところと、それだけではなくて、今、利用校としては9000校、350万人突破しているというところ。さらに、メクビと連携する学習 e ポータルに少しこう焦点を合わせると、三角形の右下ですね、今3600校を突破してきているという形になっています。一番初めにですね、文科省様からありました通り、今、参加されている学校が1万校、およそ1万校と言われています。その中で、当然、その実証用を使っていただいている学校さんも多いと思っていて、商用版の学習ポータルということを考えると、私たちとしてはもう4割を超えるシェアをいただいているという状況になっています。4社中4割を超えているというところですので、トップシェアと言っても過言ではない状態で今推移していますので、まず新しいものを手に取るときに、しっかりとこう運用実績があって、ノウハウがあるかというところ、当然基盤として導入されるので、事業の中で急に止まってしまったとか、動かなくなったとか、何かあったときにすぐに対応できないとなると、多く影響が出てくるかと思いますので、そういったノウハウがあると。というところと、多く皆様に選ばれているというところは、非常にこう、これからの選定にあたって、非常に安心感をお届けできると思っております。で、実際、学びポケットサービスの概要に移っていきます。どんなものなのかというところですね。はい、学びポケットに関しては、当然、学習系のパブリッククラウドサービスということになっているので、マルチオーレス、マルチブラウザで動作ができます。こちらですね、極めて重要だと思っていて、今この瞬間だとあまり気にならないんですが、例えば2020年度にギガ端末が多くの自治体さんで1人1台で入っています。その公開時期が着々と迫ってきていて、その時にまた国からの補助金が出れば、また新たに公開されると思うんですが、仮に補助金が出なかった場合、自治体の持ち出しになるので、当然その BYOD を検討されている自治体さんも増えてくると思っています。そうなったときに、いろんな学校さんで、あるいはその一つの教室の中で、さまざまな OS、さまざまなブラウザーが混在する中で、事業展開をしていきます。
そういったときに OS に依存していたりとか、ブラウザに制限があったりすると、そもそも事業で利用ができなくなるということが発生してきますので、私としてはしっかりいろんな OS、いろんなブラウザに対応できるように努めて提供しているという形になっていますので、将来的にも安心して使い続けていただける環境をお届けしております。そして2点目ですね、当然ながら Azure、それから Google のアカウントとシングルサインオンを実現しています。これはもう各社さん同じだと思っておりますし、学習ポータルの標準仕様書にも記載されているのかなと考えております。あとはですね、無償の部分が非常に多いというところも極めて評価をいただいているポイントになっています。っていうのも、基盤として使いますので、当然こう予算が仮にこう取れなかったといった場合に基盤が使えなくなるということが発生するかと思います。そうなると、メクビットに接続ができなくなったりですとか、さまざまな学習コンテンツにログインができないという期間が発生してしまって、事業内利用ができないだけではなく、さまざま障害が出てくるかと思っています。そういったことがないよう、常に基盤として安心して継続利用いただけるように、無償でまず基盤を提供しているというところだけではなくて、基盤とメクビットがつながるというだけではなく、基盤の中にはやはりどの学校がどのぐらい何を使っているのかという管理運用面で非常に大事なもの、学習ログというものもあったりしますし、あとは児童生徒とのコミュニケーションだったりとか、学校から保護者に対してコミュニケーションを取るといったところも当然ながら基盤として使っていく機能の一つとして具備している必要があると考えています。ですので、学びポケットに関しては、基盤として、それからメクビットとの接続、それから学習ログや保護者とのコミュニケーション、すべて無償で提供していますので、こういったものも含めて選定いただけるとありがたいなと考えております。はい、では、これからですね、実際に選ばれている理由になります。トップシェアをいただいている理由、多く評価をいただいている理由が3点あるかと思っておりますので、その3点を詳しくご紹介させていただきます。はい、まずはですね、学びポケットであれば、スタディログを可視化できるというものになっています。こちらに関して、いろんな会社さんもお話があった通り、他でもできるじゃないかというお話もあると思っていますが、私たちのものを少し掘り下げて説明させていただくと、まず教育委員会でログインをすると、教育委員会の配下につながっている小学校や中学校が一覧で表示されてきます。今の図の左側ですね。こちらがただ単純にスタディログを可視化するのではなくて、コンテンツごとに色分けで表示されます。当然ながら教育委員会にとってみると、何がどのぐらい使っているのかが重要になってくると思うので、例えばメクビットがどの学校でどのぐらい使われているのかですとか、有償で購入したドリル学習の教材がどのぐらい使われているのか、そういった個別個別でも確認されると思います。そういったときに私たちのものであれば、少し小さくて恐縮なんですが、色分けされて表示されますので、簡単に可視化ができるというところ。そしてですね、学校をクリックすると今度右側の画面に移っていくんですが、どの先生が、あるいはそのどの学級が、どの児童生徒が何をどのぐらい利用しているのかも可視化されるようになっております。このようにですね、すべてが可視化されて深いところまで確認ができるので、例えばよく使ってるんだけど中身見ると詳しい先生しか使ってないというのは結構多いと思っています。それであれば、学校全体として使えるようにどういうふうに支援していくか、研修を打っていくのかというところで、利活用だけではなくて、夏休みの例えば実会研修、これから行われると思うんですが、そういったところの題材として、検討材料の一つとして使っていただく、そんなこともできるようになっています。で、こちらですね、左も右もすべて Excel でデータがダウンロードできますので、例えば財政課との調整の時ですとか、校長会で何かを言った時に関しても、資料として使っていただけるようなものになっております。非常に教育委員会様の負担軽減になるものになっており、いて非常に評価をいただいているポイントになっております。で、次にですね、一つ一つの学習ログだけではなくて、今後 ICT 環境が充実してきてくると、今度コンテンツの連携や分析といわゆる教育 DX になってくるかと思っています。私たちは将来こんなことを考えてますも当然あるんですが、もうすでにやってきていますというところが強みだと思っています。左側が公務支援システムとの連携というところで、例えば休みがちの生徒なんだけれども、ドリル学習をたくさんやったので学力テストの点が伸びたですとか、
あとは学力を層に分けて、学力の高い層や低い層に関して、クラスで同じ問題をドリル教材で何回もやらせても、例えばその学力テストであまり伸びがなかったねとか、まあ、いわゆるその元々点数が高い子っていうのはやっぱりなかなかドリル教材やっても点数が上がらなかったりとか、逆にこう学力の低位層に関してはそもそもつまずいているのがもっと前段階なので、同じ問題やってもなかなか効果結びつかなかった。だけども学力の中位層に関してはドリル学習をやればやるほど学力が伸びたので、この層に対してはデジタルドリル、この層に対しては、マンツーマンでやっていく、そういったところでより個に応じた学びや支援ができるというところで、こんな実証を経てきています。あと右側に関しては学習で使うコンテンツではなくて、だけではなくて、学級の経営状態を可視化する、まあ、子どもたちの心理状態を可視化する、そういったコンテンツも弊社ならではでご提供しています。これだけ端末が多くなってきているので、いじめなどでも使われてしまって事件が起きていたりもしています。そういったところに早期発見ができる、子どもたちの今の状態をすぐに確認してすぐに支援ができるというところで、右側のような機能はもう提供しております。例えば WebQU に関しては、子どもたちにアンケートを取って今の子どもたちの心理状態がどうなのかというのをアンケートを取った直後に先生方にお戻しして、子どもたちだけではなくてその集合体である学級の状態がどうなのかというのを先生にお戻ししたり、あとは共同学習支援でご提供しているスクールタクトですね、というものがあるんですけれども、こちらはちょっと見づらいかもしれないんですが、今線でいろいろつながっているのが見て取れると思います。こちら何かというと、共同学習支援のものなので、先生がまあ課題みたいなものを生徒たちにまずは配信をして、で子どもたちが、まずは自分の考えを書く、でその後に考えを共有する、まあ、深く学んでいくというところで、学びを深めていくですね。そういったところで、意見交換をするときに、誰がどの作品を見に行ったのかというのが線でつながりますので、まあ、簡単な人間模様みたいなものが可視化されます。で、それだけではなくて、今画面上見づらいかもしれませんが、右側の図の左下に英語の T と書かれているものがあるかと思います。その子ですね、普段の見取りとか普段の授業中ではあまり気にしなかったんだけれども、実はこういったコンテンツを使うと誰の作品も見に行ってないし誰からも見られてないので、もしかしたら不登校になる可能性があるんじゃないか。そういったものも普段の見取りから少しこう見えないものも、可視化できるようなサービス、こういったものをすでにご提供させていただいております。まあ、このようにですね、さまざまなコンテンツの利用ログを取ったりとか、可視化するというだけではなくて、コンテンツをクロス分析したりですとか、子どもたちのその心状態を可視化すると、そういったところも含めてサービス提供しているというのが、他社さんよりも大きな強みとして評価をいただいているポイントかなと考えております。はい、で次ですね。例えばこう便利な機能をたくさん搭載したりとか、いろんなコンテンツを搭載して先生方に実際にお届けしたりはしているんですが、何ヶ月後かにじゃあ実際どうですかって聞いたときに、いや実はまだ使えてないんだよねということが結構多いかと思ってます。まあ、理由としては結局その忙しいので、その機能やコンテンツを学ぶ時間というのはなかなか取れない、で結果的にまだ使えてないということがあろうかと思ってます。私たちも当然それは課題として認識しておりますので、何かシステムでできないかというところで、機能強化追加だけではなくて先生方をエンパワーする、支援できないかというところを考えています。でいろんなネット等を調べると、先生方の事務的負担、保護者等の対応の負担というのがキャンの大きな部分を占めているかと思っているので、私たちはシステムを入れることによって先生方の負荷を下げる、例えば繰り返さないですとか、先生方のこうなればいいのにというのを実現するような機能を今強化しております。例えばというところで、左側はもうちっちゃいところでもすでに提供しているものですね。例えば出欠の連絡の機能ですね。保護者が主体的に学びポケットに子どもの欠席情報とか遅刻の情報などを入れると、ダイレクトに先生の担任の先生に到着します。ですので朝のお忙しい時間に先生が職員室に行って出欠の確認を取って、必要によって保護者に連絡をする、そういったことの回数を軽減するというところで先生方の負担軽減に大きく寄与させていただいたりですとか、課題提出機能、いわゆる宿題ですね、いつまでに何をやりなさいよというのをもうすでにグビをして提供しています。それだけではなくて、出欠の連絡が一覧化してエクスポートできれば、さまざまな先生、例えば担任の先生だけではなくて、養護の先生、保健の先生に情報を共有することも簡単にできますし、
CSV で出てくれば、今後ですね、公務支援システムに一括でその日の状況を登録する、そんな世界観もできるかと考えています。このような形で、いかに先生方の負荷軽減する機能がご提供できるかというところを日々考えながら、機能強化をさせていただいています。そして、保護者に対して一方通行の連絡をするというのも、すでに機能を具備して提供開始しております。さらに、やること連絡ですね、具体的に言うと、プールカード帳とか音読カード帳ですね、今、紙で、毎日やられているものが、例えばシステムにすると、その子って前の時どうだったかなっていうのを、わざわざこう紙をひっくり返さずに、システムで簡単に確認ができたりします。あとは当然ながら集計もやってきたものをエクセル化して分析してというものよりは、システムで一括で集計できれば、先生方の負荷も大きく軽減できると考えています。このようにですね、紙でやっていくのも当然大事だと思っているんですが、システムに変えることによって今までできなかったことが簡単にできるとなると、先生方の負荷が軽減されて、その軽減された中でより良い機能を提供させていただくので、使っていただきたいというところになって、こんな機能も順次搭載してきているというところになっています。で、さらにですね、こちらから補足事項というところなんですけれども、これは有償でご提供しているコンテンツも幅広くラインナップしています。 AI 型ドリルだったりとか事業支援ツールですね、最近はやっぱりこの情報モラル系とか子どもたちの心理状態を確認するそういったコンテンツもかなり選ばれています。でポイントとしては学校で、小中学校という中であるいは高校という中でより使われているもの、採用いただいているものを少しこう厳選させていただきながら登録しているというのも一つ大きなポイントかと思っています。そうでないと学校でとか授業でどう使えるかっていうのがなかなか支援が難しかったりとか問い合わせ対応が難しかったりそういったことがありますので、とにかく学校でよく使われているものだったりとかしっかりと支援ができるコンテンツというものを厳選しながら搭載させていただいています。ですのでこういったものをマネーポケット経由で配信させていただければ、例えばどの学級がどれをどのぐらい使ったのかというログを確認できるだけではなくて、名簿情報に関しても自動で連携していきますので、あれとこれとこれを、ね、名簿を、年度更新だったりとかをしなきゃいけないというのが学びポケットで一括でできるというのも大きな特徴になっています。で最後、サポート体制に関しても一元で学びポケットサービスデスクで受け付けますので、たらい回しにされず迷わなくて安心して、使っていただけるというのも大きな特徴になっております。学びポケット以上になりますが、運用実績、それから採用実績を多くいただいております。安心して皆様にご提供できるのと、将来的にもしっかりと考えながら機能強化していますので、ぜひ採用いただけるとありがたいです。本日はありがとうございました。